人の水戸女子生によるオリジナルのアンパンマン劇を子供から大人まで幅広い年代の方に笑って楽しんでいただけるステージとなっています。今年で6代目となるアンパンマンとクールな食パンマンにマイペースなカレーパンマン、ツッコミの多いメロンパンダちゃんやいつもパン配達に大忙しなバタコさんといった愉快な仲間たちは今日も楽しい一日を過ごしているようです。一方、バイキンマンとドキンちゃんは今回こそはアンパンマンたちに勝つためにいたずらを考えているようです。今日はどんな物語になるんだろうね。今日はね、バイキンマンたちが世界征服するらしいよ。そうなの？やっとだね。アンパンマンたち大丈夫かな？でも勝ってもらわなきゃ困るよね。そうだよね。じゃあみんなで応援しよう。バイキンマンとドキンちゃんはバイキン城の夢について語っていました。みんな今日はドキンのために来てくれてありがとう。それではみんなのためにドキンが今から歌っちゃいます。はい。パプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまこうララ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 I'm not afraid to die.
気の悪さに不安を感じていました。
そしていよいよアンパンマンとバイキンマンの戦いが始まるようです。